はい、プレイしていきたいと思います。ゴッド・オブ・ウェポンズというわけでやっていきましょう。本日は前回クリアしたキングの新しいキャラマーチャントっていうのを使っていきたいかなと思います。アイテムの価格が25減って運がマイナス10です。ちょっときついね、運がマイナス10は。で、所持金が32ゴールドにつきダメージ1パーアップっていう、まあ面白そうだねっていう話と、どうしよっか。このね、隣の武器がティア上がるっていうのがあるんで、うまく活かせたらなと思います。射撃でいくか。また射撃強えもんな。かける3って書いてある。いや待って、やっぱメイスでいきます。メイス入れた時強かったんでメイス入れます。で、難易度は物が安い 25% 安い2かな。まあクリアできなくてもいいなら3でもいいか。何がやりたいんだっけ。うわー、これ27までしか進んでない。こっちはね、キャラクター解放なんで、できることなら進めたいところですね。無理そう。で、アーティファクトは無条件でやってもいい。マーチャントを使用して一つのフロアで3000ゴールド使う。これですね。これを目指しましょうという感じですね。で、逆にこれは、これはクリアしちゃってもいいのか。よくないのはどれだ。このボーバルブレードとか、ちょっと武器がいい武器じゃなかった場合悲惨なことになることが判明しているんで、いや、じゃあいいね。モーニングスターは狙えたら狙っちゃってもいいということでいきましょう。というわけで、一つのフロアで3000ゴールド使う、これを目指しましょう。というわけでレッツゴーの前に、これでお買い物しよう。何がいいかな。アイテム売却上げてもな、体力は増やしとこっか。で、今度が、近接か遠距離かっていう話なんだけども、どっちかわからんから、体力回復にしとこ。よいしょ。よし、行きます。まあ、ちゃんと。運が良くないんで、どうしたものかって話をな。前回運があったからね、だいぶどうにかなってたけど。でも最初はあれなんですよ、運がなくたってギア2の武器をいっぱい揃えれるんで、このこいつのおかげで、これを生かしていこう。なので、これ入れよっか。さすがに1234566マス、12345マス、これだってる。12345マス、12345合ってるね。なんだけども、こっちかな。もう1マスこっちに伸ばしたいな。運ゲー、うわ、運ゲー引けなかったわ。これでもいっか。出るよな、入るよな。ゲー入る。で、回しますと。回します。うわ、運盛らないといけないかな、やっぱり。運盛るか。運盛りましょう。ということで、次のステージ。あ、運プラス1になった、こんだけでも。あれ、マイナス10じゃなかったっけ、このキャラ、運。あ、見えないよ。エスケープでやった後だっけ。よし。やりの方が良かったかな。よいしょ。待って、
合ってるか、槍ちゃんと隣合わせたよな、レベル上げたよなって思って、今ちょっと記憶にないんだ。多分やってると思う。やってる、やってる、よかった。いいね、来たね。これは入れましょう。なのでこっちに拡張できればいいかな。1、あー、いっか、3、よし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 、完璧。これで祝福しつつ、レベル上げつつで回します。コインも買っときます。運は無理です、スペースがないです。金買っときます。次行きましょう。そろそろ遠距離攻撃欲しいかな、1個ぐらいは。よいしょ。移動してたら攻撃速度が上がるとかも欲しいかもね。よいしょ、いいね。これティアいくつなんだっけ。ティア2、3、3、ビビって2だっけ。左下に出てないな。エスケープ押さないと出てこない。エスケープ押せないね。6個。うん、まあまあまあ、ここら辺に開けたいからこうかな。あー、エスケープ、あ、ティア3だ。結構頑張ったな俺。なるほど、ここに入る武器来そうだよな。これティア1だわ。もうちょい回してティアが、あ、グレート相当強そう、強そう。グレートソード行きたいな、ちょっと。グレートソード行きたいでやんす。入らねえよな、グレートソード絶対。入らねえよ。1、2、3、4、5。いや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 、6だろこれ。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6では1マスしか余んないよ、余んないよ。1本。こうがいけるか。あ、無理ないよ。一旦これでいっか。一旦これでいって。無理か。一旦祝福の回復無視して。ちょっとだけリロードして。安いからね。あー、攻撃速度はキープしとこうか。もう一回までかな。金来ちゃった。金15は必要だよな。だってこれ5だもんな。運が下がるけどな、運が下がるけどな。無理だ、スペースがないよ。キープして次行こう。遠距離武器が欲しかったんだけどな。どう、この新しい剣は。今のやつだな、今のやつ。攻撃速度まあまあ速い。お、いいね。敵もっとがっつり増えちゃってもいいけどな。ダメかな、ダメだな、敵増えたら。攻撃速度よりも、もうあれでいくか。武器の数で押していくスタイルにするか。ありかも。1。うわー、微妙。こっちでいくか。2、3、4。こんなスペースに入る武器なんてある？探検ぐらいだ。
これ買うとして、これは移動キープでいいや。ああ、経験値かな。ああ、いらないね。そいつは困った。こうかな。します。ああ、どうする？お、ハンマー微妙だったんだよな。いいの来ないね、17。倒すごとに攻撃速度 1%。 いや、いいの来ねー。ライフスチルか、持っといてもいいんじゃね。では次行きましょっか。このターン何が増えた？何も増えてねえ。金が増えただけ。もうちょい火力欲しい。あ、まあ金があれば火力なのか。320ゴールドで 10% 増えてんのか。あ、そう考えたら金貯めるのありなんだな、このキャラは。ね。320で金って結構強くない？あ、金じゃない、 10% って。32ゴールドで 1% でしょ？え、結構強いな、それ。ありなのでは。そうだよね、32ゴールドにつきだから、金をいっぱい増やしていくのは、全然ありじゃん。このキャラにおいて。それは正当化されるわ。よいしょ。ライフスチールとかどうでもいいやん。いるか。会費だろ。金金。世の中金やで。武器欲しいな。金欲しいけど武器欲しいな。とりあえずモーニングスターキープ。あ、槍だ。槍にしよう。入っちゃうもんね、これね。困ったな、この槍の配置。困った。困っちゃいますね。いや、槍と槍接したらね、攻撃範囲が広がるんですよ。で、この祝福同士接したいんですよ。これ一回入れて。これ入ったりしね、一個足んないか。なので、こうっすね。これこっち一旦置いて、で槍がこっち入るじゃん。ティアアップと接しないな、そしたらな。それは良くない。じゃあもうこうか。え、そしたらやり厳しいな。1,2,3,4,5 マスだから縦にしか入らないんだ、あの槍は。あ、こうか。え、縦にしか入らないのに、これ縦入らないんだって。じゃあこうだな。この槍こうだな。これでいいんじゃないの。お、なんか来た気がするね。いけそうな気がするね。多分いけないね。全然接しないよね。ここだな、もう槍が入る場所は。こうして、ああ、一マス足んないな。こうだな。これはもうしゃあないわ。一旦しゃあないわ、これ。一旦しゃあない。
で、ちょっと回すか。小麦いらないよな。解除して。金は取っといてもいいかな。回す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 。32%。範囲。範囲欲しいかも。回す。経験値はいらない。運ね。運は迷いどころ。うわ、そろばん切ってから回すよな、俺。そうだよな、そろばん切ってから回すよな。もういいや、行こう。ちょっと金が足りなくなったけど、多分、道中に前回金拾ったいくらっていうのが、クエストクリアしてたはずなんで、多分だけど、戦闘中にも金はちゃんと増えてきます。あ、右上にあるわ、ちゃんと。これで火力増えましたと。そう考えると金アップマジで大事。あれ回ってもいいな。そしたらあれアップ金アップで割合ダメージで火力を上げて、でどうしよっか。回避必要だと思うんだよね、ティア3って。回避である程度のダメージを軽減しつつ防御力も上げてみたいな感じなんで、あの4つの牙のやつ、あれ結構兵なんかで手に入れないとやばいっすね。こっち伸ばすか。1234567だから、これが配慮になりました。結構でかいでしょ、それは。多分でかい。そう信じる。こっちかな。あ、どこがいい？こっちかな。こっちだった。やっちまった。失敗。こうっすね。こうっすね。失敗したな。こっちに入れるべきだったな。うん。まあ、いいでしょう。で、これは買う。これで、攻撃速度、移動速度、ダメージ、どっちかが 5% 増えて、エリートが1体増えます。ダメージ、素晴らしい。で、どうしようかな。とりあえず、ソロバン外してますか。あれもいいや。ラフチューもいいや。マジ。え、どうする？これもう、これ売っても、売って買い直すか。そうするか。よいしょ。OK。OK。まあ、投げ斧じゃないか、いらないかな。なんだっけ、移動速度ドライブ中いらないかな。来た、これを待ってた。拡張パウダー使う。こっちに伸ばした1個。あー微妙。あ、こっち、いや、まあこうしとくか。こっち、お、来た。これで、これでこいつもこっちになりますと。まあ祝福と接してないけどね。まあまあまあいいでしょうという感じ。あ、やべ、槍と接してねえ。くぅ、槍と接してねえ。それはやってんな。あ、大丈夫じゃん。これでいいじゃん。これでいいじゃん。だったらこれとこれ入れ替えたら大丈夫だな。よいしょ。こうすれば、両方発動しますね。これも発動する。剣が欲しいかな。よし。これ何？クリティカルとか。取られ合う。アーマー、アーマーがないんだよな。アーマーちょっと足しときたい感はある。ライフスチールな。あってもいいかなって思うけど、今じゃない。これはあっていいよね。
この短剣、隣り合う武器で倒したらライフスチールが発動する確率 15% アップ。これはあってもいいと思います。なんだけど隣り合う武器が今少ないんで、こっちにでも入れとくか。でもうちょっと回してもいいかな。これは両方とも欲しいね。これは両方とも欲しいです。ライフスチールも欲しいけど、まあゴールド獲得ちょっと減っちゃうんで、これいっちゃっていいかな。チャレンジすぎる、これ今言ったら。ライフスチールゼロでいくのはチャレンジだ。今いらないわ。金が欲しい。まあ金 5% は経験値かな。ここは経験値かな。つか金運下がってる状態回しちゃったね今。いきます。で9% 今攻撃力増えたんで、ちょっとお金使ってもいいかなっていう判断になりました。このエリート倒したら強くなるやつ、あれが欲しかったんだよね。牙のあれがあったら圧倒的だからさ、やっぱり全然違うよね、防御力の上がり方とかが。あれマジ大事すぎる。よいしょ、倒せるか。そもそもエリートちゃんと倒せんのかっていう。倒せてなくね。まあいいんだけどね、今回どうせ伸びなかったし、どうせ伸びなかったんでいいけどね。こっちはいいか、こっちにしよっか。運ね、1か、微妙だな。もうちょっと運盛るならまともなのがいい。きたー、拡張でけえ。こっちに伸ばしとこ。いいね、経験値取っときます、取っときます。あー、これいる。隣の断剣クリティカル率 5% いらないかな。これなんだっけ、近接アーマーライフスチールが減る。いらない、いらない。祝福のメイス、まああってもいいかなってところだから一応持っとくか。ただティアが低い。これだったか、むしろ移動している時の攻撃速度。まあいいや、それだった気がするけども。あと1個まで2マスのやつが買えるね。そっちでも金は攻撃力。うわー、モーニングスター来た。ティア2なんだよな、このいびつな形。つらい。いやいや。これは次買いましょう、トライデント。なんで。次に行きます。何マス ?1234567 マス。レベル上がるかな。トライデント欲しいな。よいしょ。エリート運が低いからさ、あれないよな。あ、でもいい量なんだな。拡張が2回引けてるってことは、多分今までは運が先行しすぎて拡張チャンスを通り過ぎてた可能性あるんだよね。よいしょ、結構やばいんじゃね。もうちょっとちゃんと避けるべき、もうちょっとちゃんと避けるべきな気もする。よいしょ、30しかなかったら、うわ、これも来た。神。夏しか拡張できないね。7、1、2、3、4、5、6、7。ここにあと2本か。こっちに拡張したいよな。一回リロールしてみるか。無理か。
無理だ。じゃあ一旦こっちかな。でこれは絶対買うんですよ。買うんですよ。まあ、こっちと123厳しいな。こっちかな。これもありな気がする。もありな気がしますね。これでこうで、これ絶対買うじゃん。槍なんだよね確かね。そうだよね。なんでちょ待って、これこっちにして、待って、これ隣り合う武器1個につき範囲が10なんだ。そういう系、そういう系か。移動しない限りプラス1アーマー。これ何なの、移動していない限り基礎ダメージが11アップ。あ、基礎ダメージが11アップしてんだ。なるほど。隣り合う剣につき、やりなんや。あ、俺これ勘違いしてたな。ちょっと勘違い、槍じゃないといけないと思ってた。ちょっと勘違いしてましたわ、効果を。あ、待って、これティア2じゃん。これティア2じゃないよね。ティア2だ。あ、いや、バグってるってこれ。絶対ティア1なんだって。やっぱそうじゃん。これ買えばちょっと成長して、待って、これとこれチェンジしよう。ティア4の方が圧倒的強いから、ティア4と接した方が強いかな。というかこれ置けばワンチャンありそうじゃない、こっち。スペースが足んない。これ売るか。よいしょ。これこっち持ってきて、もうちょい回します。いらない、いらない。あっと、プラライ武器で倒した時これこうするべきだよな。ティア4の武器で死ぬことが多いはずなんで。これ買いたいね。キープだ。次行きましょう。行きます。きっと大丈夫です。何があるか分からんけども、きっと大丈夫です。お、槍のおかげで回復してる。なんで回復してるか知らいて、知らんけど、痛いけど回復はしてる。ちょくちょく痛い、痛い。ライフスチールもっと盛りたい。よし、回復した。ライフスチールもっと盛りたい。うわ、これさ、あれだな、突っ立って攻撃できるようにあれが欲しかったかもね。あの、突っ立って攻撃できるように遠距離攻撃、遠距離がなさすぎる。こっちだ。1234、こっちに伸ばしたい本当はね。とりあえずこれ使いましょう。これで HP 半分になるけど1ライフ追加、これライフスチールが追加。
で回します。ミスった。そろばんを外してからじゃないと、運を上げてから、うん、マイナス2だって悲しいね。うわ、きったこれ。いいっすね。はい、ネジ。うん。これで、もう一個まるで何か買えるか。1マスの。おお、これ買いましょう。ティア2なんだ、これ、クリティカル。永続的にこう。ライフの上限が減りますと。もうちょい買います。槍って、ティア3ってことはティア2持ってるはずなんでいっか。これ 10% ロ安くしたらさ、35% 引きみたいになってんのってなるよね。ちょっと激うまでは、ああ、範囲来た。確定。これ売りますと。金売って。これで範囲40で敵が 16% 増えましたと、2個で。まあいいんじゃないでしょうか。敵 16% 耐えれるのか。ただ範囲が増えてるんで、多分剣がだいぶ投げ払ってくれると信じよう。とあと攻撃力は金なんで、やばい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 。よし、攻撃速度がないな。しかし攻撃速度盛るやつが欲しかったね。よいしょ。あとエリートを倒せてないところを見ると火力不足だな。まだ痛い痛いって。いった、死ぬって。やばい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 、危ない。エリート倒せてない。いや火力結構出てるんだけどな。こう見えて火力結構出て、エリート倒した。よし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 。金もだいぶ拾ってるね。今回はちょっといいのでは。でこっち4マスなってんじゃん。じゃあ1マス足んなよ。一回リロール。ダメか。リロール。ダメだ。そしたら、こっちとこっちとこっちと、こっちでいいのかな。多分これで全部1マス横に寄せれるような。うん、寄せれると思う。 OK、 こっち寄せて、この剣がさ、いろんな武器と接するようにしてあげたいではあるんだよね。ちゃんと、よいしょ、こうだね。でまあこれ3つに触れてる方がいいか、さすがに。うん、じゃあ回していきましょうか。運を外して、あーもうそろばん無理だよ。はい、もう大丈夫です。だ、私が欲しいのは攻撃速度と回避も欲しいな。回避欲しいね。控えます。ライフスチルがちょっと減りました。ライフスチルも欲しいかな。攻撃 9% な。 9% ってでかいよね。よし、あ、ライフスチル切った。武器1個増えてもいいと思う。武器1個か金か。いや金だな、ここは金だな。金です。でこれ6します。もう1回まで回して、ライフチーちょっとキープしとこう。金です。
夜中カニです。うわ、もう一回回そう。うい、来たってことはよ、ってことはこれとこれ DPS どんなもん。 DPS22 マジ26弱くね。54 59 54 54、微妙すぎんか、クリティカル率お前らの。でもこれのティアを上げることによってこいつをここから解放できるんですよ。ってことは1個武器のティアを上げれるんですよ。だからこれを、まあこれ上げてもいいんだよな。これ上げて解放してもいい。いやもうこいつかね、やっぱりこいつだな。でいやスペースのこと考えたらこいつじゃなかったな。絶対にこれこうして、あ、別にこれでいいのか。いいわ、これで。これでいいんだ。じゃ、もうちょいだけ回します。だいぶ金食ってんだ。もう終わりで。よいしょ。あ、じゃあ1マスのなんか、これ何？今増える？増えないのか。1マスのなんかお土産。うわ、高くなった。うわ、これ欲しいかも。いらないか。EPS36。 いや、これ絶対欲しいんだよな。あ、親子来てくる。やばい。いや、回避欲しいです。金捨てよ、一個。回避は大事。6% はだいぶ強い。いきます。アーマーも欲しいんだよな。トライデントっていうの、このアルバードみたいなやつ、これだいぶ相性いいからね。あ、もう拾っちゃった。痛い。ライフスチール発動しそう？厳しいかな？わからんっすね。いや、ライフスチールそろそろいけると思うんだよな、7%。よし。めっちゃいいのがいっぱい来ちゃったよ。これライフスチールじゃねえな、今。キープ。そう、外すの忘れてた。うわぁ。22か DPS いらない。もうちょい。経験値きた。これは交換でしょう。いいの出ないね。移動速度今いくつ？マイナス1か。これキープで。よし、行きましょう。レッツゴー。
次のフロアへレッツゴー。行って、攻撃速度は上がってるから、きっと攻撃速度上がってるから、行ってやばいって、死ぬって。ライフスチル微妙だな、範囲広がってるはずなのに。仕事して、攻撃速度速い武器が必要だな。それでライフスチル乗っけて無理やりっていう。待て待て待て、死ぬ、やべえ、きちい。7マスはでかい、7マスは激アツ。1、2、3、4、こっちなんだっけ、俺何したかったんだっけ、下に向けて育てたかった、忘れた、なんでか。よしで、どうしよっか。祝福につき一パーダメージ回復、1につき1パ、違うんだよな。クリス52パ、でかい。これあげるかも、なんならティア、これのティアあげるか、ありだよな。やり142とかいる？これ遠くまで行ってるけどさ、手前全部投げ払ってるかっつったらそういうわけじゃねえんだよね、これね。だから、どうしよっか。1マスない。こうだな。これで斧触れさせて、いいか。で斧を手開けて、この探検をなんで、あ、これ触れてる必要ないのか、別に。じゃこれちょっとこうして、こっちにスペース作ってもらって、こうかな。でここら辺に持ってくる、まだ入らない、こうして、こっちへ持ってきて、斧に、や、斧隣は斧につきだけど、斧持ってね、こう斧か、これ槍だよな。でこれを、これも触れ合わせたいんで、こうっすね。うん、ちょっと触れ合ってないのはちょっと悲しいけども、こうするか、こうする、まあ多分こいつらが主要武器として敵倒してくれるもんな。で、攻撃速度も欲しい。あと何が何も咲いてる、うわ、スペース微妙。と、3マスが1個空いてる。攻撃速度かな。移動速度今いくつ？
マイナス1です。で、マイナス5になって6になります。マイナス6になったら会議が 6% 上がります。悪くない気もするけど、これ規則のかな。移動速度も下がる。会費が上がる。じゃあこれ両方、これ売って、これとこれ買うか。それでいいや。それで行こう。これとこれ外して、まあ、これは買って、いろいろしよっか、とりあえず。いらないよね。いくつなんティア？ティア3。まあまあまあ。お前マジか。また出てくるのか適当か。いや困ったちゃんだなこいつは。うわ救世主来た。救世主来た。こっち行けるか。救世主来た。よいしょ。これも変えますと。あれ、スペースなんかおかしくね。1212。ちょっと待ってよ。それは良くないって。それは良くないってよ。一緒だ。よくします。そうだよな。これ売る予定だったし。落ちますか。これは欲しい、さすがに。キープ。次買いましょう。うわ、来た。エリート増えまくるのやばいな。もうこれは回避を盛るしかないです。こうするしかないです。ちょっと回すか。おぉ。これは買います。クリティカル率アップ。クリティカル率アップすればこいつは貫通するんでね。いらないよな。雨がし、ひどいんだよな。1,2,3,4,5,6 マス。1,2,3,4,5,6 マス。入るんだよな。でも次で。よし、これで終わりだ。買って終わりだ。いますか。回復する？敵オーバー増えるけど。いっか。キープ。次行こう。さすがにこれ以上敵を増やしたら死ぬわ。何増えたんだっけ、俺。結構ライフスチル早い。そんなことねえな。とりあえず、敵がいっぱい増えてるっていう。このターン。信じられないエリートの量来るはずなんで、3体かな。何体だったらまだどうにかなるか。ビートがやばいし、移動速度やべえし。移動速度遅えな、回避が盛られてるとはいえど。厳しいぞ。ダッシュも一個欲しい。ダッシュも一個欲しい。ダッシュも一個欲しい。よいしょ。やばいやばい。よし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 。キュッ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 。耐えた。4つしか増えてねえ。4つしか増えてねえけど、これ来た。これのスペースどんな感じ ?1,2,3,4,5 マスで下1。これこっちに入れるしかねえよな。1,2,3,4,5マスで下1。え、いけるかこれ。いける可能性あるな。いけるかも。
よし、いけたわ。1,2,3,4 コマスで上1で、これが1個ずれて、これ1個押し出して、あ、ここら辺にも1個欲しかったかもね。だったらこうするか。うん、これでいいのか。これでこう来て、フリースペースできるか。で、これ抜いて、で、敵増やすって話？やべえな。とりあえず回すか。そろばんで回すか。え、金少なくね？今買ったのか、いろいろ。ライフチール。毎秒1減る。いや、無理かな。ん？待って、隣り合う槍1個につきライフチールが2。そういう系これ。こうじゃん、そしたら。逆だな。2,4,6% しかいかんから、いっか。いらねっか。いらないや。2マス空いてる。いや、防御力が欲しいんや、どちらかというと。アマさん。少ねえな。そうじゃねえよな。移動速度減るけど。いや、もう金は無理だ。これは欲しい。行動範囲が減るけど、これは欲しい。槍は、ティアさんだからこれ、売っていいな。これ買ったらティアが上がって、いいね。うわ、来た。次のターンだな、これはもう。なんで敵増やしましょうか。で、売っ払って。はい、増やして。敵が 8%。さて、生きていけるんでしょうか、この世界。ライスチェールちょっと増えてるはずだけど。金もっと増やさんとな。マーチャントで3000使わないといけないのに、3000が溜まってないって。死ぬな、これ。2フォロワーぐらい金をあんまり使わずにいかないといけない気がする。よし、いや、攻撃速度が欲しい。いや、回避も欲しい。回避も欲しい。やべえな。ライフスチール 7% チャレンジしたら死ぬかな。よし、やべえって、やべえって、これやべえって。これに伸ばしとくか。槍が来るかもしれんし。まあまあまあ。微妙なんよな。微妙なんよな。とりあえずこれで敵増える、エリートが増えますと。1,2,3と。これキープで回しましょうか。移動速度、うん。微妙やな。ダメージはありな気がするな。回避上げます。絶対に上げます。ライフチルが3減ります。
ちょっと待って、ライフスチールマイナス1なんだけど、やばくね、やばいな、ライフスチールマイナス1はまずいな。0% の確率でって言ってるわ。ダメです、ライフスチールどんどん減っちゃう。これいいね、これ乗っけるか、乗っけよっかな、さすがに乗っけないとやばい気がする。ライフスチールのそばになければ 15% ライフスチールいいでしょう。どうしよっかな、槍のそばに置いてちょっとでも持った方がいい気がすんな。そしたら羽が効かなくなるんだよな、このティアアップが。ちょっともったいない、ちょっと見てみるか。今ライフスチールが何パー、 10%、ライフスチールが 10%、 ライフスチール隣り合うにつき 2%、 剣につき最大体力5、剣盛りたいではあるよな、だこれじゃなくてもいいか、こいつでいくか、やっぱり。どうしよう。こうして、こうしよっか。でかい姫いくつな、俺。29。運なんだ、これ、マイナスは。運か。1、2、3なんで。あと1個変える。切った斧。これはでかい、これはでかい。え、これどうする、困っちゃうな、絶対この斧のそばに置きたいんよ。じゃあ、これこっちでいいよねってなる。ダメか。ダメか。こう。で、入らない。スペース。ダメだ、しよう、OK、これをこうしますと、そしたらこれこっちで、1、2の3よね。で、これは OK、 これこっちでいいよね、うん、普通の隣じゃないから発動して、よし、あと1個回復、回復違うんだ、織物買うんだよ、あ、これがこいつに接してないな。そっか。これには接してないといけねえわ、さすがに。
どうしよう。これいるのかな、そもそも。ギビソ81だって。いりそうだな。さすがにいりそうだな。じゃあ、こう。音と接してこう、いやでもこれこいつに接してないとダメだよさすがに、ダメだよさすがに。移動速度変えばよかったかな。これはもう振ります。攻撃速度どんなもん。攻撃 0.64 出てない。これ絶対だよな。これとは触れてないとダメだよってことはよ、ってことはいや大移動は無理だなさすがに。1,2,3,4,5,6,7 でここにぶっ刺してこれのティアが1個下がっちゃうのもったいない気がすんな。こいつはティア高い方がいいんだよな。無理だね、無理だな、無理です、無理です。これも絶対こっちだわ。これはもうしゃあない。で、ここですわ。で、こいつも、こうっすわ。これこっちか。で、これこうして、これで、こっち入ります？隙間。入りますね。違うわ、1個こっちだったわ。これこうでいいか。そしたら2個入る。イエス。イエス。3個のもんってないもんな俺。剣ぐらいしかないもんな。こうっすね。1、2。オッケー。ぴったり勝。はい。次行きましょうか。さあ、めっちゃ遠くまで殴ってんな。回復もまあまあっすね。いいよ、金を集めよう金を。移動速度が遅いけど回復回避があるんでどうにか頑張ってくれと。よいしょ。でクリティカルもまあまあ出てるんでどうにかなるはず。やっぱりこの斧に頼る羽目になるんだな。この斧さ、強いんだよ、貫通してっから。広範囲で敵を処理してくれるって。敵の殲滅力、圧倒的に変わってんじゃん。あと攻撃速度上げたいね。でも敵が、敵の量が全然違え、この斧を入れてから、この投げ斧。
全然違う。探検？これ。探検か。どっちでもいいかもしれない。8個。1、2、3、4、5、6、7、8。これどっちでもいいか。次行こっか。金は買います。はい、狭くなってもいいです。今、モリモリすぎる。これ買いましょうか。移動中攻撃速度 20%。よいしょ。悪くないでしょう。で、問題はどうするかって話は、もうちょい回すか、一応。フルはまだ15なんで。きた。どうする？そうなんよ。どれのレベルを上げるか問題が発生するんよ。なんならこれ入れちゃうかっていう。これあげるか。これあげてみよう。トラリアウが 15% でアップだけど、増えたらいいなっていう。増えないよね。だね。残念。よし、回します。1、2、だから2マスのやつが1個買えるね。回避盛るか。いや、移動速度。回避持ってアーマーが減るのはちょっと良くない気がする。きたー、これよ、これ。これを待ってた。1、2、3と。あー、これは無理だな、さすがに。で、あと5マス空いてます、今。いらないか。これ強いと思わんかった。これは何？敵に炎を設置し、ダメージを与える。燃えている敵に攻撃すると攻撃速度 30%。あ、これいいんじゃね？これ面白いわ。ここに置こう。これ置いて。もしかして困ったことになった。困ったことになったかな？困ったことになった気がするな。いや、金 15% 大事だぞ。いや、攻撃 9% も大事だぞ。ちょっと回して考えるか。あ、クリティカル率は大事。クリティカル率は大事。最大HP大丈夫？ 67 まで減った。そして移動速度とゴールドと敵の数。こいつは困ったな。こいつは欲しい。こいつ欲しい。こいつは欲しい。これ一回売る？それかメイス1本売る。隣の武器によるボーナス、祝福3で2回復力、破壊4で4生命力。これ1本売っちゃうか。ちょっと待ってきません。ティア2だよな。よし、打ちた。じゃあ持ちまそう。嘘やん、せっかくスペース開けたのに。これ弱いからいらないよね。とか
強さがよくわからんかったっていう。ダメージを受けるたび 5% ダメージ。あ、これめっちゃ強いじゃん、やっぱり。うわ、うわ。もういい、もういい。スペースがないから次行こう。はい。ロックシモクリング。とりあえず金を3000使わんといけんからな。なんか範囲攻撃やばくね、俺の。あ、死んだわ。なんで今の防御力なさすぎ。このエリートやばくね。やばいやばい、死ぬ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 、やばいやばいやばい、エリートやばい、エリートやばい、エリートやばい。よしよし、一匹やったエリート。やばい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 。攻撃速度持っといてよかった、マジでマジでよかった。攻撃速度持っといて、いやよかった、生き延びたわ。6、これあってよかった。1,2,3,4,5,6、4マス必要、スペースが。これ切ってこれ乗せるか、そうしよっか。よし、います。これで1,2,3,4,5,6,5マス、オッケー入るね。で、一個。こうっすね。OK。で、金買って。経験値欲しいな。金1個下ろしていいよね、もうこれ。20増えるから。いらない。ティアいくつだ？ティア2か。これありがたい、これ買います。蘇生使っちゃったからね。ライフチル5は欲しいかも。ライフチル5は欲しい。スペースがない、困る。ロックしたら回すのほぼほぼないんだけど。いいの出ないな。回すたびに弱くなるから、もうこれ売ります。行きましょう。ライフスチールはもう、だ次のターンにライフスチール5を持りつつ、もう一個のライフスチール持って、いやでも HP がないとライフスチールあっても耐えられないんだよな。さっきみたいになっちゃうもんな。エリートなければどうにかなる、もしかして。待って、金貯めないと3000使わないといけないんだもん。次のフロア金使えないっすね、俺。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。うぃ。アーマー持ってないから。アルバードも行かせないし。
痛い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 、危な危な、雨が来ちゃった。いや惜しい。これどうしよう、ライフスチールは買おうか、さすがに金ちょっとだけます。あ、もうこのターンで3000使ってもいいな、ありだな。おーほー、きた、グレートソード。これでグレートソードからも解放されるのか、あっていいのか知らんけどね、これ。待て待て待て、グレートソードが2本あれば体力が中増えるぞ。70から80強いかもしかして。だってこのターンでさ、この金を下ろすって考えたら4マス開くじゃん。6マスなんだよ。12、いやスペースが欲しいな、もっと幅がないんだよな。ムーブハルワード1個捨ててもいいかもな。捨てよっか、これ。で、ここにこれを入れて HP 増やしつつ。でね、こいつの効果で5増えて、こいつの効果で5増えて、10増えるんですよ、一気に。で、剣、あ、待って、これ剣じゃね、これ剣だわ。あら剣だわ、そいつ。そうなると話変わってくる。全部横に寄せるかいきます。そしたらここに持ってこれるような。とりあえず売るかも。で、でけえ剣を持ってきて、一マスずらす、ずらす。こいつはずれるけど、まあどうするかわからんっていう。よいしょ。オッケー。普通手は低いな。待て待て待て、キャンセル。よし、あ、こいつのせいか。よいしょ。で、こいつを、レベル上げたい。こいつのレベル上げたいけど、開けつつ、受けつつ、こいつに触れつつ、で、のと隣り合いつつ、やり。と会いつつ、この槍どうなん、 62DPS 微妙か。範囲ぶっ飛んでんもんな、そもそも全部の武器が。
槍である必要なくね。ないな。こうやってこれ売ろう。やらないよ。違うな。もう一個釣れたら。微妙か。これちゃんと体力増えてるよな。増えてなくね。おいおいおい、これ剣なのに。おいおいおい、剣だろ。剣って書いてあるって、隣り合う判定なんてないの。おい、最悪だ。剣ついてるのに剣の判定がない、こいつに。最悪だ。ユニークは扱いが違うらしい。マジか。こんなにスペースめちゃくちゃにしたのに。マジか。こっちなんか入れられる。これこっちスペース入る？よいしょ。違うな。こうか。よいしょ。ギア上げたら攻撃速度上がるけどね、一応。上げるか。こうか。よし。うん、いいね。これどうするかな。移動速度持ったら俺開示が下がっちゃうんだよね、こいつの効果で。その代わり運が上がる。マイナス6。いや、回避2個欲しいだろ、さすがに。あ、アーマーだ、これ。なるほど。でも4マスもなんか欲しいもんな。いや、ないな。これは買っとこっか。移動していないとき、移動してないときがな、ほぼないんだよな、もう。あ、まあ、ちょっと持っといてもいいか。おお、また、うわ、ハルバード。マジか。最悪だ。どうしよう。どうしよう。基礎ダメージが19アップ。いや、もう今更だよな。今更スペースないんだって。ライフチール15、1ずつ減ってく。無理だよな。盾、盾持つか。あれ、なんで。よいしょ。で、回します。マジかよ。
なんでいいのが同時に出てくる？困るんだって。困るね。さすがに金はこれ以上下げれないし、ダメージ捨てるか一個。どうせダメージ金があれば増えるし、まあ減るんだけど、ね、今から攻撃速度大事だから。いやこれもいいや。回避大事だし。よし、うわ金が出ちゃった。これはさすがに欲しい。これはさすがに欲しい。売ります。金が欲しいです。なんかいいのこないかな。いやもうさすがに範囲キープしとくか。100持ってみたいもんな、範囲だけで。斧か、こうなったらありだな。1234123と行きますか。いやまあそう、金を使い切らんと。経験値か甘か、経験値が欲しいです。お、来た、マーチャントで3000ゴールド消費。よし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 、これが欲しかったよ。回復はいいよな。回復はいいでしょう。行きましょうか、次行きましょう。金を集めないとな。おお、だいぶライフスチール頑張ってる気がする。さて買ったんだっけ、ちゃんと買ったよな、さすがに。よし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 、そう、2回ぐらい死ねるんだっけ。待って、ダッシュ2個あるんだ。強い。あーまあ来た、動いてる方が攻撃力。ダッシュもうワンテンポ先にも判定やってほしかったな。2回本当に連打しないと発動しないっていう。もう1秒欲しかった。タンタンくらいの猶予があれば強かった。6個、1345 6、敵増やすのどう思う。こっから厳しいか。ちょっと次行こう。きたー、敵増やすのありです。これで増やすんだったらありです。どうしよっかな。ちょっとスペースが微妙なんだよな。これで大して変わらんか。大して変わらんな。うわー、移動してないとき攻撃速度 60% は強い。移動速度は今いくつ。5持ってるからダメージが 5% 減る。 5% 減るぐらいだったらありなんだよな、正直。速度どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようかな。経験値1個捨てるかな。経験値1個捨ててやるか。いやこれでいっか。あ、ウォードラム来た。ティア4武器
個につき 5% ダメージ、ティア3以下の武器やアイテム1個につきマイナス 3% ダメージ。これさ全然増えねえよな。試しに買ってみるけどさ、武器につき 5% ダメージじゃん。1234566だ、5630もしくは30ぐらいじゃん。ティア3以下の武器やアイテム1個につき 3% ダメージじゃん。見て、1234567890って何パー減るんだよって思うから、これつけてみようぜ。まあ103%じゃん。23%、こんなん誰が使うんっていう。運が4上がったとてゴミなんよな。こんなん解放しなきゃよかった本当に。どう頑張っても下がるじゃんっていうね。キング、いや無理なんだよ。ティア3以下のってもうほぼ全てないよ普通に。だ序盤に運を盛るためのアイテムっていうこと微妙だけどな、そう考えても。いやマジか、マジかマジかマジか、それはありがてえ。これのこれのと一個、ねえな、ねえな、いいスポットが。ここしかないかな。どうかなるこれで。ならないよね。なったわ。なっちゃったわ。立ち止まれば攻撃速度鬼アップ。行きましょう。火力も増しますし。そっか、攻撃速度めっちゃ速いからさ、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、さすがに死ぬ、さすがに死ぬ。よし来た、けん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 、怖い怖い怖い、さすがに怖い。逃げて逃げて、うわ強い強い強い、逃げて。エリートは気をつけないといけない。よし、金がすげえ。ライフスチールモリモリにしちゃう。19フロア、次なんよな6個。1、2、3、4、5、6、なんでこっちに1個武器が入れるチャンスを、隙間を用意しました。ライフスチールが減るのは嫌です。まあ1マスだったら優秀な気がする。あれ、これも解放しよう。使わんわ、でも使わんわ。これはエリート増えるけど買いましょう。でれん、移動速度が増えました。いらないよね。攻撃速度は欲しい。移動速度が減りました。お、回避いいね。まずそもそもが経験値いらなくって、経験値いらなくって、経験値いらなくって、よし、で回避も増えますと。ライフスチールが減りました。移動速度が減りました。これよく出るね。いくつだ、運マイナス5ぐらいだったらこれ出るんだよく。経験値もないよな、持ってないよな俺の。待って、金もいらなくね。金もいらんわ。
で、小口に入れて。これは欲しい。で、クリティカル率上がって。どうしよっか、ライフスチール下がるの嫌だな。攻撃速度上げて、移動速度ガンガン下がるな。オメイス。うわぁ、今かよ。これもう最後じゃん。遅いよ、君。これ2個あったらどうなんだっていう話をな。ちょっと気になる。入る。まあ、これか。入りなさそう。こう。入らねえ。こうだから入らないよな。入らねえわ。じゃあ、ガッツリ開けよう。よいしょ。はい。こうして、こう。あ、入らないわ。これいらないじゃん。これ入る？イエス。あ、これティアスリー、あ、ティアスリーか。持ちますか。攻撃力下がっちゃうんだけどね。まあ、ダメージ120%ならいいだろ。ああ、まあ。いらないか。あと2マスどうにかなりそう。どうにもならなさそう。てて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 、絶対変わらないよ。こうしたら何か話は変わってくる？多分変わらないんだよな。これか。変わんねえよ。変わんねえよ、これが。変わったわ。おお、クリティカルが上がってく。クリティカル 101？ あれ？あら。これ隣り合う必要もなくなったじゃん。4マスの武器。ないか。25%攻撃力増し、いらないよね。よし、これでいこう。回復力アップ。いきます。ラストの戦い。ヒュー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 、ボス来た。危ない。攻撃速度アップ、攻撃速度アップ。斧がね、クリティカル 100% なんで斧が貫通しかしないっていう。いい、頑張れ。危な、今来てたな、あいつ。うわ、金が増えれば火力が上がる。うぃー、おお、ティア3いけるもんだな今のところ。大
当てそう。いやー怖っ。ピュー打ってきたぞ。倒しきれるか。倒せ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 倒した。135マス。お、見て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 、7777。すげえ、マーチャントっぽいフィーバーしたんやな。20回、ゴールド2万、倒した敵7777。素晴らしい素晴らしい。まあちゃんと何が解放されたか見てみましょうか。フロアに入るたび隣り合うアイテムのステータスの合計値に基づいてゴールド獲得。出してこれは強いのかっていうとわからんっていうね。ベガ押し押して、じゃあ次回はベガーですね。ベガーやばそうなんだよな。ベガー強いのかな。うんこ。ゴールド獲得がマイナス15、やべえな。少量のゴールドを消費して体大体力をアップできる。ゴールドの代わりに精霊体力を消費して相手も購入できる。まあ面白そうであるよね。どういうビルドにするかちょっと考えどころではあるかもしれない。で、1ラウンドのアイテム10個買わないといけないからね。ちょっと難しいかもしれない。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。政治家でした。